アメリカ合衆国の一部としてのテキサス州の歴史は1845年に始まったが、この地域に人が住んだ集落については後期旧石器時代まで遡る。その歴史はスペイン、フランス、メキシコ、テキサス共和国、アメリカ連合国、アメリカ合衆国の6つの独立した国々の一部として形作られている。 1820年代から合衆国からの移民がこの州に入り始め次第にメキシコ人を上回るようになった。1836年、テキサスのヒスパニックの手派のらと共に彼らはメキシコに対して独立闘争を起こし、独立を認めないメキシコ軍を打ち負かした。独立国家としての10年間の後、テキサス州は1845年に合衆国に加わった。 西部開拓者の州は大規模な牛の放牧と綿化農業によって特徴を付けられていた。20世紀に入ると急激に成長し、1994年には米国で2番目に人口の大きい州となり、ハイテク産業を基盤にして、経済上を極めて多角的になった。州はアメリカ南部、テファーのアフリカ系アメリカ人、ドイツ系テキサス人のそれぞれの文化の交流で、 形成されている。現在のテキサス州境内に一度でも住んだことのあるネイティブアメリカンの部族は、アパッチ、アタカパ、ビライ、カド、コマンチェ、チェロキー、カランカワ、カヨワ、トンカワ、ウィチタを含む。現在、以下の三つの連邦政府承認のネイティブアメリカン部族がテキサス州に居住している。スペイン人が現在のテキサス州の南部境界に、 国初期に名目上の部隊を送っていたとはいえ、最初にテキサスの主要な部分と中心地に定着したヨーロッパ人はフランス人である。しかし、フランス植民地は短命な存在で終わった。現在のアメリカ合衆国の内陸部を探検後帰国したフランス貴族のラサールはメキシコ湾のミシシッピ川川口にフランス植民地を作ることを計画した。1684年、 彼らは4隻の船と300人の入植者と共にフランスを離れた。遠征は海賊と敵意を抱くインディアン、それに慣れない航行に苦しめられた。1隻の船はカリブ海の海賊によって奪われ、2番目の船はマタゴルダ湾の入り江に沈み、3番目の船はそこで座礁した。それでも彼らはビクトリアの近くにセントルイストリデを建設した。ラサールは テキサスからミシシッピまでの最短のルートを見つけるべく、東方へ徒歩で3回遠征隊を率いた。3度目の遠征において、彼の36名の銃は、反乱を起こし、現在のナバソタに近い場所で、反乱者の中の4名によって殺された。植民地としてのセントルイストリでは、カランカワゴを放すインディアンによって残っていた20名の成人を皆殺しにし、 5名の子供を捕虜にした1688年までしか持ちこたえられなかった。その遠征の悲勇を知ったトンティは1689年に偵察の施設を派遣したが、トリデに生存者はいなかった。テキサスの植民地の失敗にもかかわらず、スペイン人がこの地を植民地とした後もフランスはテキサスが自国領であると主張し続けた。テキサスの歴史における フランス領時代はテキサスの州の表彰と伝統のあるシックスフラッグスオーバーテキサスの一番目として記念されている。フランスの植民地化の失敗が世界中に知れ渡った一年後、スペイン人はテキサスに入植を始めた。この目的はヌエバエスパーニャから距離のあるルイジアナにフランス人を留めておくことであった。テキサスは フランスとスペインの両大国の主張する領土の狭間で重要ではあるが人口が希薄な干渉地になった。テキサスは副王領のヌエバイスパーニャとしてではなく、スペインの植民地として統治された。このスペイン領テキサス時代は1690年から1821年の間続いた。この時代はセントルイストリでのフランス植民地の廃墟を破壊して、新たに同じ場所に スペインによる実効支配地域を創設するためのコアウイラ、州総督による遠征で始まり、1821年のメキシコ独立革命によるメキシコの独立でメキシコ領テキサスとなることで終わった。17世紀と18世紀にはスペインとフランスはテキサス州の支配を拡作し、スペインはメキシコとニューメキシコ州に、フランスはルイジアナ州に基礎を置いて対立した。 スペインの動きは早く開拓地の足掛かりを作るための一連のミッションをしばしば軍隊を伴いながら創設した。ヨーロッパで1718年から1720年までの四国同盟隊スペインの戦争は新世界にまで拡大した。中田主からのフランス部隊はあっさりとテキサスの首都及びロスアダエスを占領した。結局フランスは武力でスペインから テキサスの支配を奪い取ることはできなかった。テキサスの支配をめぐるスペインの脅威への対処は19世紀初めのルイジアナバイ州によってこの北米の領地がアメリカ合衆国に売却されたことによりフランスから米国へ移った。ルイジアナバイ州と米国によるニューオーリンズの取得を受けて数年後には アメリカ人の入植者たちが西へ移動し始め、メキシコが自国領であると主張する地域へ入った。何人かの入植者は活発なフィリバスターで、彼らはアメリカ合衆国による長期間の併合を目論んでいた。例えば、1812年から1813年のグティエレス・マギー遠征の目的は、スペイン帝国からテキサスを分断させるクワガテであった。メキシコ領テキサスは、 テキサス市の研究家が1821年から1835年の間の時代を要約してつけた名でテキサスがメキシコの一部コアウイライテハセ州であった時代を指すこの時代は1821年のメキシコ独立革命でスペインに対するメキシコの勝利に始まり1836年のメキシコからのテキサス独立宣言で終わるリオグランデ川と 南テキサスのエリアには中央メキシコ政府による統一された目に見える独裁と意見行為の理由で当地のメキシコ人たちによる独立運動の長くて波乱の歴史がある。その一方で北テキサスと東テキサスの大部分はネイティブアメリカンの部族の支中にあり、彼らの一部はスペインとそしてメキシコの当地に敵意を抱いていた。 1820年代、テキサスの人口は非常にまばらであり、メキシコ政府としてはこの領域に居住者を引き入れることは重要な課題であった。メキシコ独立時の1821年のデータによると、軍人を除いて2200人程度のメキシコ人しかテキサスに住んでいなかった。独立会もないメキシコは、新生国家の運営に手を焼き、 北方の領地の人口対策に力を注ぐ余裕がなかった。そこでテキサスに人を住ませ発展させるためにメキシコはヨーロッパから特に隣接した米国から入植者を探した。スティーブン・オースティンはメキシコ政府と交渉の末1822年に米国からの300名の家族を合法的にテキサスへ移住させた。メキシコ政府は アメリカ人個人の入植は許可せず、オースティンなど植民事業者が扱う入植のみを承認した。メキシコは独立以前から奴隷制撤廃の機運があり、そのためテキサスへの奴隷の持ち込みは承認されたが、メキシコ国内での売買は禁止され、また奴隷の子供は自由な身分になることを条件とされた。入植者の持ち込んだ資材は課税対象外で、 入植後7年間は無税という有利な条件の他に、スペイン語の使用、カトリックの信仰、メキシコの法の遵守、海岸部と国境域の入植の禁止などが条件に盛り込まれた。メキシコでは1824年に憲法が制定され、連邦共和国となり、最速については、コアウイライテファス州当局に裁量権が委ねられ、現地当局は入植者に有利な対応をした。 オースティンはメキシコとの入植条件を遵守して入植者にも従わせようとしたとされるが、特に奴隷の条件について不満を募らせる者も,も出てきた。1826年にはフィリバスターが不満分子を操って東部のナコグドチェスでフレドニア共和国の独立を宣言するが、これはオースティンとメキシコ当局により鎮圧された。テキサスのアメリカ人人口は急増し、 植民事業者を介さずに不法に入国する者も,も含めてメキシコ人を数で凌駕するようになった。1830年の時点で奴隷を含む2万5000人以上のアメリカ人がテキサスにいたのに対してメキシコ人は4000人程度であった。事態を重く見たメキシコ政府は1830年にアメリカ人のテキサスへの移民禁止令を出すが、 不法入国者が急増していたためこの発令は無意味であったし、それを阻止する軍事力もメキシコ当局にはなかった。その一方でアメリカ人側は1829年にメキシコが全国的に奴隷制を廃止したとき、一部の者は強力に抵抗して法に従うことを拒否した。オースティンは彼らのコアウイライテハス州からの分離を望む主張を知りつつ、 メキシコシティに交渉に向かったが成果は得られず、その上旅先で押収された手紙が原因でメキシコ当局に1年間交流された。1835年、メキシコ大統領のアントニオ・ロッペスデ・サンタ・アナは1824年憲法を廃止してメキシコシティに国家権力を集中させようと試みた。これはサカテカス州での反乱とそれによる大虐殺の例のように メキシコの至るところに多くの政治的な動揺を引き起こした。結果としてテキサスの領地の政治的、経済的な支配を強める新しい政府の取り組みは、後にテキサス革命を率いるテクシャン入植者と地元のテハーノの感情を目覚めさせるだけだった。メキシコから解放されて戻ったオースティンにはもはやテキサス住人を抑える術はなく、彼自身もテキサスへの人で、 ニューオーリンズにより武器を調達している。メキシコ軍のアントニオ・ロペス・デ・サンタ、アナショ軍テキサス住人はメキシコに対して税関の廃止、無税期間の延長、不法入国者の土地所有の承認と要求を釣り上げ、1835年6月には東部の沿岸部の町を武力制圧した。同年10月には彼らはメキシコからの分離を宣言し、12月にはベハルを攻めた。 このメキシコに対する反乱には、テキサスに居住するメキシコ人も含まれていた。現代のテキサス州の最初の独立宣言は、白人のテキサス入植者と地元のテハーノの両者によって、ゴリアドで1835年12月20日に契約された。テキサス独立宣言は、ワシントン・オン・ザ・ブラゾスにて1836年3月2日に成立し、 事実上のテキサス共和国の創立となる。この4日後、2週間続いたアラモの戦いは、メキシコの総督アントニオロペスでサンタアナの軍が、小さなアラモ伝道所を占拠した、ほぼ200人の敵さんを打ちまかして終わる。この後、リメンバーザ・アラモが、テキサス革命のスローガンとなった。サンジャシンとの戦いは1836年4月21日に、 現在のヒューストン市の近くで開戦した。総督のサンターナの1600名の全軍は、テキサスの総督サミュエル・ヒューストンの800名のテキサス軍によって殺されたか捕らえられ、テキサス軍の死者はたったの9名のみだった。当時のメキシコの最高権力者が戦場で捕らえられたことにより、この戦いは決定的なものとなる。捕虜となったサンターナは、 自らの命の保証と引き換えに、テキサスに有利なベラスコ条約に署名することとなり、メキシコからのテキサス独立を承認し、テキサスうちのメキシコ軍を撤退させた。テキサスの独立により、テキサスではかつて、メキシコ時代に廃止された黒人奴隷制が復活した。バージニア州出身で、テネシー州知事を務めた経験を持つサミエル・ヒューストンは、 1836年から1838年、1841年から1844年の離れた期間にテキサス共和国の大統領を務めた。彼は1859年から1861年にかけてテキサス州の知事も務めている。テキサス共和国の最初の議会は1836年8月コロンビアで開催された。 テキサスの父として知られるスティーブン・オースティンは、新しい共和国の州の大臣を2ヶ月務めた後、1836年12月27日に死亡する。1836年には、5つの場所が一時的にテキサスの首都とされ、その後1837年、サミュエル・ヒューストンは首都をヒューストンに移す。1839年、首都は新設されたオースティンに移される。 共和国の内政は二大政党制を基本とした。ミラボー・ビーラワー率いる国家主義者の党派は継続したテキサスの独立、ネイティブアメリカンの追放、そして太平洋までのテキサスの拡張を擁護した。サミュエル・ヒューストンが率いる反対勢力は、米国へのテキサスの併合とネイティブアメリカンとの平和的な共存を擁護した。最初の共和国の旗は、 バーネットフラッグだったが、その後すぐに、現在のローンスターフラッグが公式に採択された。テキサス共和国は、米国、フランス、英国、オランダ、そしてユカタン共和国から、外交上の承認を受けた。1837年には米国が承認し、同年には、テキサスが米国との併合を打診しているが、受け入れられなかった。メキシコは、 さきの大統領サンタアナが拘束された状態で署名したベラスコ条約は到底認められるものではなかったためテキサス共和国を承認しなかった。1845年2月28日、米国議会は米国がテキサス共和国を併合することを認可する法案を可決。同年3月1日には米国大統領ジョン・タイラーが法案に署名した。法律は 併合の日付を同年12月29日に制定した。同じ年の10月13日、テキサス共和国では奴隷制度を容認する内容の自主憲法案を投票により承認した。この憲法が米国議会で承認されたのがテキサス併合と同じ日であるため、併合と就職格が同時に行われたことになり、 テキサスは州になる前段階としての準州というステータスを経ていない。テキサス政府には巨額の借金があり、米国が併合によって肩代わりすることに同意したことが併合を進める大きな動機となった。1850年、この借金の肩代わりの代償に、テキサスが要求していた領地の大部分は連邦政府に活用された。当初、米国は、 テキサスの併合に難色を示した。それは、テキサス共和国が1824年にメキシコ憲法が奴隷を禁止し、さらには1829年に奴隷制の廃止が発令されていた当時、奴隷制に賛成していた、つまり併合が議会における南部の勢力拡大につながるものだったためである。それにもかかわらず合併に踏み切ったのは、 英国がテキサスと親しく接近し始めたことと、併合推進派の南部人が、米国議会で力を持ったためである。併合の決議には、いくつかの不正確なトピックがある。それは主に、この決議は、主権のある州の間の条約であり、テキサス州を北部連盟から脱退させるために露骨に、認めてやったもの、という話である。これはいくつか論争されている点である。当時、 そして、南北戦争の終結まで、これは、それとなく全ての州が保持していた権利ではあった。しかし、どの権利についても、決議で明らかには列挙されなかった。それが言われていて、決議には二つのユニークな条項が含まれていた。まず最初に、州を最大五つの州に分割する権利をテキサス新州に与えた。それから二番目には、テキサス州は、 連邦政府に公有地を提供する必要がなかった。したがって、テキサスの中での唯一の連邦政府所有地も実際に政府によって購入された。そして、この国有地における広大な石油の発見による収益は州立大学に供給された。テキサス州は1861年2月1日に合衆国を脱退して1861年3月2日に アメリカ連合国に参加した。1863年中頃に北軍がミシシピ、川を占領し、人間、馬、牛の移動を不可能にするまで、テキサス州は主にアメリカ連合国の供給州であった。テキサス連隊は戦争中のあらゆる主要な戦いで戦闘をした。南北戦争の最後の一戦、パルメット農場の戦いは1865年5月12日に、 テキサスで凍られた。クランピットは、1865年4月の南部連合の崩壊後、南部同盟テキサスのミシシッピ横断連隊の軍人は未熟であったことを示唆する。低いモラル、規律の欠乏そして多くの脱走のため、連隊は解散し、脱走兵たちは故郷に向かうとき、公共物も私物も略奪した。その上、 戦争の大きな作戦に参加していないこと、彼らの犠牲が無駄になっているという感覚、及び16ヶ月以上も支払われていなかった。事実のすべてにより、元軍人たちは政府の財産を取る資格が与えられていると感じた。しかし、供給州であったテキサスのほとんどの軍人は、リー率いる北バージニア軍などの軍隊で立派に振る舞った。 南部同盟が崩壊したというニュースが1865年6月19日にガルベストンに届いた時解放された奴隷たちは歓喜しジューンティーンスの祝賀を作ったテキサス州は戦争によって少ししか苦痛を受けなかったが貿易と財政は混乱した怒った帰還兵たちは州の財産を強奪しテキサスは暴力と混乱の機関に直面した非道な行為が 北テキサスで行われ、インディアン居留地に本拠地がある無法者たちがこれを遂行し、誰かれ構わず略奪し殺した。アンドリュー・ジョンソン大統領は1865年6月17日、北部連盟の総督、A.J. ハミルトンを暫定的に知事に任命した。ハミルトンは戦前の傑出した政治家だった。彼は元南軍の人々に、 将来北軍を支持することを約束したら、恩赦を行うと公式に約束した。1870年3月30日に、テキサスは全ての必要条件を満たしたというわけではないが、合衆国議会は、テキサスを北軍連盟へ再承認した。経験豊富な駆逐削技師の安祖に帰るカスは、1901年1月10日の、朝、テキサス州、ボーモントの南の小さい丘。 スピンドルトップに初めて大油田に穴を開けた。1930年10月5日に発見された東、テキサス油田は州の東中央部に位置し、隣接する国の中では最大の規模で最も豊富な量のオイルリザブワーである。他の油田は後に西テキサスとメキシコ湾の下に発見された。結果として起こった石油ブームはテキサス州の経済を一変させて、 南北戦争後の甚大な経済拡張を及ぼした。南北戦争以来顕著な回復をした経済は、世界恐慌とダストボールによって二重の打撃を受けた。1929年の株式市場暴落の後、経済状況は大きく反落し、何千人もの都市労働者が失業し、連邦緊急救済局などの合衆国の救援プログラムに頼ることになった。 綿花と家畜の価格が急激に下落して、農民と牧場主は特に大きな打撃を受けた。1934年から1939年まで、烈風と干ばつの天災は、テキサス州とアーカンソー州、オクラホマパンハンドル地域とその周囲の平野から集団移住を引き起こし、50万人以上のアメリカ人が家と職を失って飢えた。 数千の人々はこの地域を永久に去り、ビジネスチャンスを西海岸に求めた。第二次世界大戦の直前から戦時中、テキサスの既存の軍事基地は拡大し、多くの新しい訓練基地、特に航空の訓練のための基地が作られた。多くのアメリカの軍人、船員、パイロットがこの州で訓練しこれらの軍事施設により、経済も再び繁栄した。テキサスは、 1950年から1960年代まで高等教育のシステムを近代化して劇的に拡張させた。ジョン・コナリー知事のリーダーシップの下で、州は高等教育のための長期計画、より合理的な資源の配分、そして州の公共機構をより高い効率で経営する中央州機構を作成した。これらの変化により、ケネィとジョンソン政権の間、 テキサスの大学は研究開発のための連邦助成金を受け取った。1963年11月22日、ダラスで第35代大統領ジョン・カイ・ケネディが暗殺事件で死亡。1993年2月28日、指導者デビッド・コレシュとプロテスタント系セクト・ブランチ・ダビディアンがウェーコで ATF と銃撃戦になり、 その後、牢状していたが、4月19日に、FBI の突入によって鎮圧。死者81名を出した。1995年4月19日、この事件を動機とするティモシー・マクベイが、オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件を起こした。2013年4月17日、米国近郊のウエスト市で、化学肥料工場爆発事故が発生。AB 中の2010。 P16 中の2010、P17 ハット ABCDE 中の2010、P18ABC 中の2010、P19ABCD 中の2010、P20ABCD 中の2010、P21 中の2010、P25。ありがとうございます。